お疲れ様です。お疲れ様です。よろしくお願いします。お願いします。ミドルリーグ多いような気もするんですが、はい、これで負け。ミドルリーグのチームの X で集めて負けたらちょっと辛いですね。いやもうそれだけもうトヤトヤが練習してるんですよ。まあそうですね。とこそうですね。連携しっかりしてますもんね。うん。やっぱ上位勢はやっぱりね、ちゃんとなんですかね、こうやって勝とうみたいな動きをするなと思って。たまに配信とかしてても見てて。そうですね。うちのチーム、一勝もしてないから。勝利の喜びを知らない。何もいいです。惜しいな。惜しいな。なんで勝てなかったんだろうな。惜しかったんだけどな。しいな。ヤクザチームに勝てそうだったけどな。3勝までいったらしいね。そうっすよね。ああ、3勝負けはつらいですね。あそこからな。まあ、しょうがない。しょうがない。もう若干ミドルリーグがどんなルールステージだったかは記憶にないんですけど。次回に。次回ミドルリーグは一勝しましょう。一勝しましょう。じゃあミドルリーグは前卒業するんで。そうだね。そうそう。卒業しないと。卒業しかねないですよ。いやもうね、今月も2240までは行ったんですよ。ああ、大丈夫だね。そうそう、2240まではね。で、そっからですよ、問題は。そう。そうっすね。でも最近、もうそれで一回諦めてから、もうラダーの武器練習とかを。お疲れ様です。とんかつです。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、今日は集まっていただき、裏で3位決定戦がやってる中、申し訳ないです。はい。フェイさんがまだですかね、あ感じだと。あ、ちょうど今編集されてますね。あ、わかりました。はい。で、ちょっとうちらが、ホコとアサリが弱いので、ちょっとホコアサリ多めになるかと思うんですけれども、ご了承いただければと。はいはいはい。思います。で、本当に、ガチでやりに来てください。はい。はい。いや、ガチで持ってきますけど、それで負けたら、本当、達成がないですね。いやいやいやフィードバックもらいに行きますね。いやいやいやまさかのなんならですよ。じゃあちょっとフェイさんが来るまで、まあ一応待機しときます。お願いします。お願いします。はあ、いやー、1回戦が、トヨタ屋だったんですよね。ああ、なるほど。で、うちも3勝まで行ったんですけどね。なんでこんな差がついてしまったのか。いやー、そうなんですよね。
まあ、うちはね、1回目がうなくまとやって、あの4-0で負けたんで。ああ、もうそれは、これは、これは厳しい感じかって。何もできなかった。何もできなかった。ああ、そうっすよね。まあ、次回、ミドルリーグはね。あの卒業して OB 勢として参加したい。高みの見物をするんです。高みの見物。おごめん、いけないわって。おごめん、いけない。頑張ってね、みたいな。もう行きたいんだけどなーって。ルールがない、まず。そうそう。あ、ルールは守んなくちゃね、ごめんねーってね、ちょっとこう言うとね、気持ちよく言いたいんだけど。まあね、そんなことしてるから、あの、ラダーが始まって、変な武器練習ばっかりすると、どんどん下がっていくって。俺ももしかして、バケツ持てるんじゃないかなって、こう、頑張って。まあ、軌道違うやつ使うと結構ずれますよね。ずれますね。最近はスプラスピナー持てるんじゃないかなとバケツ持てるんじゃないかなの2つをやった結果またやってしまったっていう。あと L さん持てるんじゃないかなもやりましたね。流行り武器に触ってはあの腕前落としていくスタイルを。いやー、まあだからプラベがちょうどいいっすよね。プラベかリグマで練習をね。あ、そうですね。いやいや、ほんと持つもんじゃないっすよ、ガチで。ペイブキ以外よ、毒なことならない。じゃかな。あ、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。いや、誰かとフレンドやろうと思ってたら誰とでもフレンドじゃなくてマジかよと焦って入力するっていう。こんだけね、あのプラベの常連さんだからどうせ誰かいるやろフレンドに。最近フレンド登録サボってたツケがここに来る。申請しておきます。めっちゃぼっちだよって。まあ、また人増えてるんでしょうね。自分も割と新参なんであれですけど。増えてますね。ミドルあたり、ミドルリーガー本当に、こんな人いたんや、みたいな感じ。そうそうそう。コンセンが2人いるのか。この感染2人ってコーチですか？コーチじゃないですかね。そりゃ強いわ。タッピーさんコーチですよね。ああ、すげえな。トヤトヤは普通に強い。うん。おい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 、それはチートではないのかっていう。確かに。どうしようかな。真面目に戦わないとマジで負ける。負けますよ。ガチで来てくださいって言ってましたよ、さっき。もうガチで来てください言われたんでね、もう行きたくないよ、そんなこと言われて、ガチで。嫌じゃん、ガチで来てくださいって言われて負けたら。本当ですよね。なんで、勘弁してほしいわ。まあ、借りを返したいんですけどね。なるほど。いや、もう俺はもうとやとやとやってないんで、もう仮とかは何もないんで。新規チームとしてこう。ヤさんも強いんすよね。割るかな。うん、了解です。向こうが変なの積んでなかったら割りましょう。お、素直な編成だ。ああ、怪物に。了解。
割れるとザップだね、タイプ積んでんの。これ割れるか。そうですね。無理か。あ、無理だな。いや、じゃあ、これ全体に一人。あ、我慢。アーマー入れるよ。アーマー。あ、これ入ってくるか、マジか。アーマー入れるよ。あー、もうきつい。プーロー出やがせ。あ、じゃあ、ザップか。すいません。いやマジここまで狙われるとマジどうしようもないボールでは。今やったとね。いるな一番ね。帰った。帰った。もう帰れました。オッケーじゃあ全然上げるよ。うい。あんま上げられないけどね。ボール赤まで。持ってきまーす。ああ無理。敵高い2枚。いや違うな。あそのがきつい、ね。左に。左2枚ね。こっちにまうちねあばオッケーオッケーナイスナイスホコトブはうぃちょっとうぃあーなるほどあべあ割るよあーあと3落ちよろしくオッケー持つわはいよろしくタイ左から行くねうぃあーしまったミスった落とす落とす頑張れ落とす落とすオッケーオッケーオッケー40か落ちきれんかったなんか間違えてカチッてやっちゃった飛ばないようぃあー敵高ですああすごい無理かうんきついな一人入ってこようことしてるのがいる、はい、あー参れるよあーどのライ1枚やったナイスやったあと赤ザップだけね赤ザップどこにいるあそうか赤ザップ左側あじゃあ右高右高上がるよ右高あごめんまあ赤ザップいる赤ザップここにいるはい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 フォロー欲しいフォロー欲しい待って我々今ほとんど飛びあるはいあとバレるだけあとバレるだけバレるどこ正面だわ正面通路オッケーああ落としたいな落とす間違えた自宅にスタッフリ自宅落とすわ今金網上オッケーごめんなさい1個落とすねういういよーしあーマジかナイス玉だけあるからねナイス玉から気をつけていこうはいはい了解レスは投げた敵オッケーラッキーはいやべ超えられた敵左ツール2枚ねナイスあ、マジか危ねナイスキープストップお、頑張るあ、後ろ取られたあ、しゃあないな、取られるわこうやった、うん、もうない上に2人トンカさんもずっと割ろうとしている割らせる、うん、いや、止められないからねそうだねああ1枚だけね敵中央に降りた、うん、ここまでいるようい敵たが1人下 下が多分いるないる下がいるいないいない下が花網1人敵たがいるなあいったありがとうございます今落ちあと正面2枚だけおるおる一瞬おるあちょっああ面白い面白いうわーあーマジあっ取らなくてよかったうんはいはいやそうキープしてくれると前線が上がるこれでいやーちょっと厳しい遅い前線来るのがナイスあるなあれって上に来るかそろそろ溜まりまーす、まあ、溜まるよ入れるよはいうん、2人落ちあくそ OK 割ろう割って速攻割って持ってって OK スリードスリードスリードナイスリード、うん、いやーやーよしこう守んぞ油断しないぞやべフラグ立てたフラグ立てたフラグ渡ってた
俺のスプラッシュボムなめんじゃねえ。バイバイ、変なとこ投げちゃった。違うな、よかった。あ、ごめん、甘いよ。1人通路から入ってきてる、通路から入ってきてる、1枚通路1人。いやちょっとごめん、危ない、危ない、危ない、何が起こった。勝った、危ない。今最後な、何で倒したの。負けたと思った。え、なんで落ちたんですかね。なんだ、丸見坂なんか。何個落ちてたのだけは見えました。何やった。あー、危ない。いや、赤は最強だわ。いや、強いな、やっぱ。いや、よかった、勝てた。あぶねえ、ちょっと勘弁してよ。怖かった、負けるかと思っちゃった。本当、トンカツさんやっぱうまいっすね、人対面してみると。またガチ報告会よ。またか、あ、同じか。勝つまでやらな、勘弁してほしいわ。どうしようかな。ありがちですね。ちょっと大仏積もっかな。おお。さっきなんか割れたらもっと勝てたな。ボム2等の大仏積むとほぼ確定で割れるんじゃない、うん、ボム2大仏だからこれで。おお。ボム2大仏マジえぐいからな。ちょっとラダーではチーム編成上円筒めっちゃ積んでるけど、久しぶりに円筒外したらもうボム分かんないや。あるある。どこに飛ぶんだ、どこに飛ぶんだこのボムは。結構遠投になれると遠投の感覚が染みついちゃってマジ困るって。飛ばねえって。逆に俺飛ぶんですね。ボル7持つとき、ボル7持つときだけ遠投積んでるから、それ以外の確かに積んでないから、はまあどちらも慣れてるみたいな。おお、確かに1人飛んだ。あ、ごめん、持ってくよ。ちょっと間違え、決められた。やっぱり前行ってる。一応チーム右から一人来てる、右から一人来てる。あー、敵だがいる。敵だがローラーいます、ここいます。敵だがローラー把握してる。やり、敵だがローラーやってほしい。敵、あー、ごめん、あっちだわ。あっちです。いける、ザップやった。見てほしい、見てほしい。いる、ザップいる。そこか、弾投げます。オッケー。最短に向けて。あら、え、何が起こった。とりあえず進めるだけ進んで、進めるだけ進むよ。ナイスエース。ジャンプは今一だね。ナイス30。ナイスエース。うん。敵高ローラー降りました。アーマー貯めるよ。敵高スパッタリーも。とりあえず矛止めた。自宅一枚なんか残ってる。やばい、時間がやりました。船。ナイスエース。はい。あと1枚ね。どっか隠れてんな。どこだ。左1枚だ、ね、左ステージ。から今降りて交戦してるけど負け。2人います。片方やって、通路側に2人。もう1人。高台にローラーかな。高台ローラーいるわ。ローラーいる。行かない、ローラーだから。溜めてアーマー入れる。ここ持たないよ。あ、ローラーやりました。ここ持たなくていい、持たなくていい。ナイスです。あー、まあ、入れるよ。はい、ナイスです。ナイス。あと、やり入れ、はい、ここ2人ローラーと、なんかローラー雨投げました、オッケーです。はい、はい、はい、1枚、ローラーも潜伏してるから。タイタンがある1人。よいしょ。OK。割るわ。ヒーコン、あ、いいか。どうした？あ、30個。ちょっと待って、これ使わない方がよかったな。ちょっと待って。あ、帰った。おー、俺を犠牲にするあ、沼のジャンをしてしまって、沼のジャン。あ、待って、よくないな。ナイスやり。
ここまだ照明、あんまり、あ、下かにローラー、あ、間に合った、右から来るよ、右側からね、あーごめんなさい、オッケーオッケー、うわ、ちょっと危ねえ。エムブレた。自宅に打ちまくり。オッケー。危なかった。うん、何だ？ごめん、ゴムにやられた。ゴムか。右入れ旋風回。自宅にまた。やだ、まあ。オッケー。あの、通路乗りたい。敵のここ、道乗りたい。あー、無理。止めてー。止まんなかった。いや、戦機はやりましたけど。これは無理だな。あ、やべ。いやー、マジスパッタリー倒せねー。あー、飲められた。倒せない。うん。ボールドでスパッタリーは倒せないよ。確かに。あー、敗北。敗北を喫してる。喫したと思えないテンションですね。トヤトヤ強いな。誰が弱いのか分かんないやん。一応スパッタリーの人が S だけど、本当に S かっていう。うん、確かに。てか武器補正があるからな。スパッタリスパクリ普通に強いからな。トッピさん、他のルールで X になってましたね。全員 X や。全員 X や。嘘。絶対チームバランスおかしいと思うんやけど。それはありますね。それでよく S 維持できますね、むしろ逆に僕。確かに。単純にやってないんじゃない？いやー、止めちゃってんすかね。もったいない。あえて S をキープ。いや、でも正直ね、X 他ルールやって、S の歩行面白くないでしょ。まあ、それはわかる。S の方向ゲーム性ないからな。だってもう味方運でしょ。S の方向。全員勝っておしまいですよ。自分が頑張り切ったら勝つみたいな、そんな感じでしたもん、 S 方向って。そうでしたね。それな。懐かしいな。何やんだろうな、次のルール捨ては。の、これね、今フィードバック中か、相手は。かもしれない。今何が良かったのか。すごいな。作戦を変えたんじゃないですか、1回目、2回目で。そうっすね。しっかり詰められましたね、綺麗に。何だろう。スパクリット。スプリットローラーか。で、裏取りつつ、自宅取りつつみたいな、敵高さ。あれやられると割と、廊下で守ってってる人は死にますね、効果率。やば。マジ。ルルステの発表だけしてくんないから。それな。何の武器持つか考えるから。そう。いや、試合ごとにフィードバックしてるんですね。なるほど、それは確かにいいかも。怪物積まない方がいいな。なんか歩行割っただけで仕事した気になるから良くない。最初良かったですよね。最初ね、あ、これ良かった良かったと思ってやってたけど、あの連続で歩行割れて、はい、押し込む時はあの強い武器だなと思ってたけど、あのそうですね、防衛が防衛がちょっとね難しいですね。
まだかな。まだかな。まだかな感が半端ないんやけど。縄張り1回ぐらいやれそうっすね。確かに。縄張りやりながらフィードバックとかでいいんじゃないかっていう。それな。確かにそうっすね。かな次は何のルールステージかな。ミドルリーグのステージってなんだっけ。マンタマリア、アンチョビやった気がするな。アンチョビ、うん。アンチョビあったっけ、なかったか。ありましたっけ。ありましたっけ。ないような気がします。なんかいろいろもう混ざっちゃってるので。アンチョビはそうか。ラダーでナーバリーがアンチョビだったのか。なるほど。そうですね、なんかいろいろと混ざっていて、あもう訳がわからない。ルルステ選択してると割と覚えますね。ああなるほど。毎回8個選ぶんで。あれ俺ルルステ選択してたんですけどね。ですよね。あの8個を残すのがだるいなと思いながらこうR でちょこちょこ消してた記憶はあるんですけど、あの特段頭のね引き出しの中に残らなかった。あれです。アロアナとかありました。アロアナとか。アロアナありましたね。アロアナあったな。あと何、アルワナがあって、マンタマリアがあって、コンブトラックとかですね。なるほど。とか、起きた。お、アサリか。あ、アサリになるんだ。へぇ、何しようかな。よし。マンタアサリときたか。マンタアサリ。マンタアサリ嫌いなんだよな。てかマンタマリアというステージ自体が好きじゃない。確かに。マンタマリアって俺ダメだと思うんですよね、ステージ的に。まあ、デボンほどじゃないけど。ですよね。もっとやべえやつがいますよ。いやでも俺、ね、マンタマリアで向こうにハイカスがいて、向こうにだけハイカスとかチャージャーいたら、はい、終わったーと思ってます。それ。はい、終わったって。そう、マジで、ね、長射程がね、のさばるステージ、マジでね、面白くない。そうなんですよ。いや、俺からすれば、俺がハイ長射程を持てないから、こう、ひがみかもしれない。大トロとかもう電源切りたいときありますかね。あ、言いますね、皆さん。大トロ、割とちゃんと時間なんだかんだ届くんですよね、中距離勢だと。なるほど。それはそう。だから、まあ、まだそこまで嫌悪感ないですね。本当ですか。まあ、ひってえです。面白いステージだな。面白い編成きたな。本当だ。あ、俺、ダメだ。デュアカス、もうメタラリと割れた、俺。マジか、ナイス玉2枚に着地1枚か。これめんどくせえな。あれ、これちょっと。傘、一人落ちてる。裏取りしようとした。落ちた。傘が落ちてました。落ちた。落ちた。回線じゃないよ。落下してる。左。あ、これ無理。左、あと左に1枚。おる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 。これ8個。投げます。9個。OK。取りました。2人死んで、それを探しに行く。あがんで、関係56 OK。 一回帰ろう。はい、飛ぶよ。大丈夫です。 OK、ナイスナイス。まあ56、いいよ、結構悪くない。いいキープですね、また。はい、ここでちゃんとキープして左にスパッタリね。はい、左にスパッタリの。肩も消えます。いっぱいいるね。ほら、1枚やった。スパッタリや。2枚より。
入れるかな。あ、じゃあ敵高に。あ、いるね。ごめんなさい、やられた。どこ？オッケー、ほら行くわ。高台に、ね。高すね。おい。弾が2回連続で飛ぶ。あ、落ちた。ごめん。敵高台ね、フォローやって、あと敵高台左にいる。左に2枚。どこへ？飛ぶわ。あ、ごめん。カサミや。あ、カサミ。あ、ほぼ、あの、そこいるね。はい、横いい。ナイス。あ、ガチアサリ取ってほしい。取る。はい、ナイスね。どこだ？飛べる？無理か。ちょっと待ってください。あー、けど裏取られ。取れます。いやー、くそー、ごめんなさい。ナイスです。敵、詰めるために飛ぶわ。あ、しまったー。うじゃー。ナイスー。現地的にもいいとこ何もないぞ。あ、はい、一回アサリ集めよう、ちゃんと。通路に2枚。オッケー。よし、ここで敵に主導権取らせない。相打ち。ねえ。ちゃんと、ヒットしていく。敵高1枚。敵高2枚ね。はい、どこへ。はい。やるぜ、カサ。カサやろう。やった。ナイス。傘、敵に落ち、敵に落ち。オッケー。アサリ、アサリこれで8個、9個、10個できた。ちょっと。スパップリゴ。あ、しまった、ごめん、今ブレた。ナイス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 。セーブよ。オッケーオッケー、セーフセーフ。カバー。もう無茶しないで。無茶しないで。おっと。ナイスアサリして。あと。俺がそのアサリ美味しくいただきます。あ、わあ、ごめん。美味しくいただいたんです。ここ守備ね、ここ防衛だから。生存最優先。ここちょっと高くなる。半分死にそう、半分死んだ。自宅に傘がいます。二枚にミサイル入れた。敵の穴か。敵あと一つ、あとどこだ、敵の場所がわかんない。エリアにスパクリ。オッケー。あともう一人、傘も詰められて死にかけ。了解。なんか落ちない。あ、まだ傘います。傘います。まだ傘います。傘やられて。ゆい。はい、今16。オッケー。あと、ナイス生存、ナイス生存。嬉しい。その生存は助かる。ナイス玉2枚溜まってます。あ、左からスパクリ来てます。オッケー、左からスパクリ把握した。入った。敵高に2枚やった。今、カスタムもいます。まだ。まだいます。ナイス、飛びないかな、飛びない。飛びはないけど。1枚いたのか。一旦おるかな、一旦おる、一旦おる。敵通路いる。復帰ある、復帰してるよ。左入ってる。左1枚だ。左1枚。金網1人。オッケー。7個、7枚ある。今俺8枚。オッケー、作ろうと思って作れん。敵高に傘です。アメリーいるよ。中央取るわ。はい、お願いします。無理していく必要ないな。うん、行く必要ない。敵落としたら、あ、やべ。自宅傘です。自宅取られてる？自宅取られてない、取られてない。あー、負けだ。あー、やるんですよ。もう構えてます。ういつい。ナイス止められ。やべ。こっちあと1枚ありました。オッケーオッケー、まあ焦らんでいこう。間違えた。うん、あと敵2枚しかないから、浅い2枚しかないから無理だと思うよ。ツーロスパクリです。スパクリにパッと勝った。あとどこだ。これで一緒、終わり終わり終わり。はい、いやー、やっぱアサリでやべえ、あと最後にってところでピサリぶち込むとマジ刺さるな。たまんですね。ほれほれ、取ってみろや、入れてみろやって感じ。性格悪いね。その性格の悪さ嫌いじゃないね。もうね、敵が欲しくてたまらないアサリの近くにボンも置きたいですよね。コロコロ、そうそうそう、これが欲しいんでしょ。そうそうそう、ボムでしょみたいな。ボムでしょ、お疲れ。でもこれでまた編成見直すのかな。
とんかつさん傘じゃない気がするね、やっぱり。とんかつさんやっぱキル取りに行かないと。ヤさんがローラー持ってる方がちょっと怖いですね。プライム持ってたん誰でしたっけ？ヤさんです。あ、ヤさんとヤドカリさん。ああ、なるほど。X 一人だけか。いやあ。無属性。まあ俺もアサリ X じゃないしね。してくれたら俺今 X のルールほぼないっすよ。もうラダーの練習とかでも全部溶かしきってもう上げられないぐらい落ちてるから。鏡やな。もう俺この前アサリなんかアサリ S プラス3まで落ちたんですよね。アサリ S プラス2か S プラス3まで落ちて普通に持ち上げてやった瞬間にもう面白くなんもないんですよ。うん、まあキルレはいいよねみたいなそんなことばっかになるから編成変えてきたな。まあそうです、バブル、ああこっちの方が厄介だわ。はいはいはい、この方が強いですね。絶対こっちの方が厄介だわ。ああちょっと、あやっちゃった。どうぞ。敵だ。ああごめんなさい。あ了解、敵に落ちね。こっちに落ちね。了解。じゃなくて左から1回抜きます。あれ、あー左裏ドリンクが2人。了解。1枚やって、まだ1人いる。ローラーいるわ。ナイスやり、ローラーやりました。敵に落ちね。右高取られてる、右高取られやられ。ヤドカリさんっすね。まだ先頭です。左中央と左側に1枚。あー開いた。雨いるよ。死にそうだった。雨いる、来い。あっと、そこ？あ、なんか降ってきた。ローラー、ローラー左。ローラー左ね、ありがとう。あと一発。出てきたよー。できたけど、どうしよう。あ、切れた。死ぬわ。人気いっちゃった。あー、取られちゃったか。今持ってんのがスパクリー投げて、エリアに2人スパッ、あ、いや3人か。了解。プライム回す。これお願い、誰か持って。ああ持ちましょうか。プライムしたかね。あ、ここいるわ。遠距離でローラー。これフォロー行きたいけど行けない、行けない、ね、やった。身落ちできる。いやーローラー、アメリア最初のとこ。あ、ここにいる。やったやった。ナイス。なんか、なぜに。はい、ゴールしろ。上囲まれる。いやー、マジうざい。トーピードがマジうざい。うん、いいボタン。あ、ちょっとこう。左2枚かな。中央から左に引っ掛ける2枚。おい、ちょっと投げちゃいます。あ、やられた。ミサイル全員入れた。敵高1枚ね。敵高とんかつ1枚いて。ナイスやり。あ、投げる。オッケー、右1枚。右フォロー行きたいけど。あー、これ入っちゃう。ナイス1、ナイス1。これ罠かな。取れた。敵高1枚います。了解。敵高1枚。降りて右捨てに行ったっぽいのが1人いる、ね。左でヘイト買ってみる。アミリいるよ。やりました。あ、ごめん、やられた。もうミスったわ。アミリいてるから、うん。右の方から抜けれると思う。まあいいや。え、そうそう。まあ、そろそろ投げれます。オッケー。ミサイル入れるよ。これ、裏下げ。あ、マジだ。ちょっと待って。交換だ。右通路に落ち下がった。あ、ごめん。ほら、あいつ。サウンチサウンチサウンチ、敵サウンチ、飛べる飛べる飛べます、飛べるか、飛びました。あ、バブル来てんな。うわ、バブル来てんな。
ね、ストーンカツだ。大爆発。あー、これ無理か。もう実通路入ってきてる。実通路行ってます。だって、ボスさんだけに右通路突破。バブル吐きます。バブル対打ちです。飛びが自宅飛びある。きました。自宅飛びある。パーセット了解。無理よって。あー、ごめん、これ無理。あー、あと2枚いる、2枚いる。あと1枚。あと、廊下に2人。飛びも1人。ナイス。ナイス。あとまだいるよ。実路いる。潜んでる。下がった、下がった。了解。絶対1枚。了解。正面2枚、左1枚。ローラやれた。ローラ自宅ね。自宅下。ローラ自宅登った。ローラ自宅入ってる。はい、了解です。うわ、マジか、降ってきた。ローラーやってナイスやり。で、こっちはあと…ごめんなさい、雨上でやられた。いやー、さっき塗りとけば勝ってたな。まだもっとやられ。ヤダカリさんが持ってる。あ、そう、ドラインか。当たってる。飛べる？あー、ごめん。飛べる？あ、飛べない。ごめん、間に合った。これはなしてない。これはなそうだ。いやー、やってもった。これやってもった。申し訳ない。もうバブルっすね。あのバブルが全てでしたね。とんかつ輝いてますね。とんかつ輝いてるわ。これは綺麗に上がってるわ。やばい、2回目でちゃんとリベンジされてるのがなんか嫌だ。もっと圧倒したいですね。圧倒。そう、なんか1戦目めっちゃ余裕で勝って2戦目で取られてるのがすごく嫌。敵はちゃんとこう反省して、あ、うん、こっちこっちみたいな感じで想定の高さがやだな、ロアナやだな。またアサリ。まあ、アサリ感があるんだけど。まあ、アサリとホコって言って高らかに宣言してましたからね。ホコはいいんだけど、アサリが嫌。ちょっと俺、冒険していいですか。冒険していいですか。最高じゃないですか。最強武器ですよ、最強武器。最強武器ちょっと持っていいですか。頑張って倒せない。この武器最強って聞いたんでね。今は昔って感じですけど。今はエルさんの時代かもしれない。うーん、どうしようかな。武器塗りが若干弱いけど、まあいいか。あれ、無印の傘はなんだっけ。許しの傘はバブルだっけ。スペシャルバブルですね。ビーコンバブル。バブルか。ああ、ビーコンちょっと植えとくんで。ってことはビーコン2枚、うん、2枚いるのか。ビーコンきちんと戦略で組み込まないとこれはあかんやつやな。じゃあやめとこうかな。あ、まあ、ない、もうやめて、間に合わない。バッタバッタ。募集感ありますね。ビーコン力が試される。ビーコン力試されますね。使う側も置く側も。俺もあのゴールしたねしか置かない、ね、ゴールしたい。2本置いとくんで。そういうの良くないと思う。マジです。マジです。マジです。あ、これ負けたら俺がビーコン持ち使ってあげるか。
ビーコンタローナどうやって使うかを。あ、これ無理か。だだだだ。ノーエス。射程負けしてた。ビーコンの来たるもの。あぶね。エリアに、なんだ、ボーラーがもう入ってきちゃって、すみません。正面2枚、左1枚。了解。正面、右ツール1枚入った。右ツール了解。左。あー、ガンナやっちゃった。やった。ナイスさんは飛び渡る。ナイス。気をつけて。相手あさり取れない状況だから。これ無理だわ。取れた。ナイスやり。やって。あともう一枚入ってる。あともう一枚。あー、マジか。あとローラ。正面ローラ。正面ローラ。正面ローラ。あー、頑張りかけた。危ねー。ナイスです。ナイスです。今9も落ちました。了解。間違えた。間違えた。ハマってはいるんで。あー、マジか。これでいいんかな。あ、おって取った。あ、これ死ぬ。すんまで。いやー、重なって死ぬのはほんと勘弁だな。あ、やべ、これミスった。上がります。ナイス。あー、なりますよね。いやおーっと、甘けだ。ナイス玉、早く。やった。よいしょ。いたわ、やった。ナイス。かけられたら開けちゃっていいですか。いやー、そこで。ちょっと無茶はしない感じでいきます。塗り固めて圧をかけていく感じかな。どっちかに。通路取りに行きたい。今9っすね。左通路に3枚いるわ。で、正面に1。正面1は俺見てる。投げ、あ、これでいいか。もらいます。いける？いきます。ナイス。ナイス。よし、中央付近にビーコン入れ欲しいな。あ、これ復帰したいと思います。ローラが右溝からし右溝入ってる1枚で、正面がアロン。これ次や、これ入ってるよね。よしよし、オッケー。ローラーやりました。ナイスです。左に2人います。左2人で、左ある。今正面2枚、右1枚入った。左に右1枚入った。やべ、やられた。右1枚やった。左からジェッカスね。左ジェッカス。ジェッカス降り、ジェッカス降りた。中央入ってる。中央雨投げます。ちょっと右通路とりあえず封鎖してる。左に壁に裏に誰か張り付いてる。ジェットだな。あーっと2枚じゃないか。あ、まずベカシンが左だか。オッケー。あべ、これ無理。はい、出てます。あれジャンプ入ってる。あと1枚。あ、どれが敵、どれ正面、左左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 から塗ってる。オッケー。あ、終わった。あぶねえ、あぶねえ、頑張った。あぶねえ、
キャンプ、怖っ。ちょっと、やめる。いや、キャンプらしい強引なゴール決めたじゃないですか。あれ、キャンプ、あの時だけキャンプ行きましたね。あの強引なゴール。何人見てても関係ねえみたいな。俺がキャンプだ。俺たちがキャンプだ。俺たちがキャンプだ。じゃあもう一回キャンプ行こうかな。めっちゃ乗せられてるね。ちょっと傘ちっちゃくしていいですか。何そこ火をかちょっと傘ちっちゃくなったんですけどって。大変ですね。あ、どうしよう。どうしようかな。三射程持とうかな。おお。俺のビーコンは早いぜ。お、またビーコン2枚。ビーコン2枚編成。私はでもアルバナはぶっちゃけビーコンが強いですね。そう、それは前線1回押し込んだらビーコン置いとくとマジ強いからね。え、さっきも全然前線下がらないし。そう、それは確かに1回でも全オール取って前線上げて中を取ればもうずっと押し続けられる。はい、バレルか。あれはミリミックスだから投げる方か。ナイス玉ですね。投げる。右手1枚入るよ。2枚。右2枚入るだ。右バレルだな。あ？あー、しまった。なんか、弾吸われた。はい、ドライに正面。ドライやった。ナイス。あと1枚。それやるわ。あと左。あー、ただ。やる。右に行ける？あー、投げた。あ、クソ、何やってるんだ。ナイスビーコン、サンキュービーコン、神ビーコン。俺は強いわ。ローラー左ね。ローラー左。ローブやられた。おっと、中央3枚。ナイス1枚入り。1枚帰った。ハイプルスからバレリに。壁に1枚。じゃあハイプルダメよ。ハイプルないんだぜ。あー、ノー。あれ？なんですか？おい、ローラー。ローラー。ハマできなかった。オッケー。あ、ここか。うん。ナイスローラーエリー。ナイス。敵が、左かな？左1枚と中央から切る。どうしよう。どう？ 1 枚やった。やられた。はい、ドア、バレル、バレル敵中央に抜けた。中央入った。このビーコン早え。ローラー実質相打ちか。あるやあれ。そのデュアルやったらでかい。もう一枚バレルやりたい。頑張れ。俺は何もできない。デスカメラだ。堂々と宣言。俺は何もできない。カメラ。デスカメラ。ちょっとかっこいいつける。また左に入ってます。了解。左やった。オッケーで、あ、もう。左からローラー来るよ。セーブローラー抜けてる。裏から来るんで注意。裏から来るんで。裏下からは。右から裏から来る。裏入った。裏潜伏してんだ。まだあ、ごめん。中央。ローラー中央だわ。ローラー中央。ローラー中央。ローラー中央。中央から来てる。ローラー G ね。そこ。あ、待ち。やって、あとジャンプを投げて。オッケーでけー。そのキルはまだいる、まだいる。まだいた、まだいた。ナイスやり。一瞬おるかな。ナイス。粘った。いや、ちゃんとあの原点に帰ろう。焦らずに。
あー、食らった。あー、負けた。ナイスやり。ナイス。それでへー、左高取りたいな。無理か。ボム投げるわ。無駄。ローラーやりました。あー、誰か 1個欲しい。ローラーやった。1個了解。上げに行く。あーっと、間違えた。あー、危ない危ない。やった。俺を犠牲にしていってくれ。あ、ちょっと。ジャンプ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 ビーコンジャンプできるよ。ビーコンジャンプ。いや、あ、そっ、いいか、これ。あ、取りね。あと右交換。お？パビリティ。ああ無理か。ああ了解。やった。持ってくる。これいけるんじゃない？あ、ローラいるじゃん。ローラいるやん。ちょっと落ち着いてもいいんじゃないですかね。右から1枚。右通路気をつけて。ナイスやり。マップで見えてんだよな、ビーコンマップで。ビーコン強え。あと左高やられ。バレリミ。了解。左高バレリミ。あ、無理だわ。中央1枚、違う、中央2枚、左1枚。一回考えろ。右1人入ろ。了解。ローラー来てる。正面無理やり。戻ってくるかな。乗られた。あと1人いるよ。あ、やべ。ナイス。ナイス。飛び上がる、飛び上がる。ジャンプ入ってる、ジャンプ入ってる。ジャンプ入ってる。オッケーオッケー。やられたら。ナイスー。ナイスー。やったー。危ねー。危ねー。あぶねー。やべー、傘持つもんじゃねー。なんもしてねー。圧倒的なビーコン力だった。デスカメラの報告しかしてねえ。重要なお仕事ですね。そうですね。ビーコンで戦った感が満載やった。ビーコン、ね、またやるの。またやるの。あれこれ。あれか、勝つまでやめないってやつか。これやめやめましょう。ずっとガチ当たりアロアナで勝ち続ける。確かに。どうしよう。なんか変えようかな。でもな、アロアナって何使おうねって感じなんだけど。アロアナ。いやマジ何使おうね感が半端ない。バカは持つかない。カバー持つんだったら俺別のにとかな。スーパー。よし。アーマー分回しおじさん。しまった。ごめん、通路、右通路取られた。ザップ。はい、了解です。降りてきてる。バレられるかな。あんまりいるよ。一瞬ま。あ、なるほど。
マップ見てたら完全に。そっちか。さあ。ローラーなんかいる？ローラー中央っぽいとこいる？あー、ローラーにやられました。はい、了解でーす。了解。あ、ごめん。ローラー2発当て。あと1発。おーっと、こういうのか。あー、カバーできんかった。何撃たれば。全にミサイル入れた。OK。あー、あとやられ。トマさん。トマさんも落ちる。いや、下手くそか、わしのイム。右通路が、なんか塗られてるな。右2枚、右2枚。残り2枚、右。上から行ってみます。弾も入れたいけど、たまんねー。これは溜める。溜まった。おいおい。溜まったー。ああ、めっちゃ落ちた。まさか。あ、溜まった。おっと。なんだ。ちょ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 、壁登りたい、壁登りたい。お？ナイス。危ない危ない。危ない危ない。雨が左から、左通路1、正面2。ゴール下バレルが。あ、ちょっと2枚ね。あ、まあ、いるよ。OK です。入れるよ。ローラー切る。ローラーやって入れまくります。 OK、 伸びちゃいます。あと一発、とんかつ一発。ナイス。ナイス。入れろ入れろ。入れろ。天国や。やって。おめえ、後ろか。オッケー、ナイス20、ナイス20。でかい。ナイス20です。そしてビーコンで復帰。あったけー、ビーコン。ビーコンあったけー。強い。あとは、油断しない感じだね。中央2枚。ローラーも降りてきて。やられた。トンカツあと一発。あー、ごめん。うっす。エイムがブレた。オッケー、トンカツ身が入ったね。身が入った。うん。はい、了解。ちょっと弾止めときます。トンカツ入りました。ナイスやり、クーゲル強え。あー、ごめんなさい。ローラーにやられた。まだいる？ローラー。何個いると思う？前入れる、ミサイル入れた全員に。あんまいるわ。ノーラミサイルで死んだ2人とも。いやー、最高、こういうミサイル。あー、性格出てる。なんかいかない気もするけど。うわ、ローンやられた。ごめん、マジだ。調子乗ってる、ダメだ。調子乗ってる時負けるわ。あー、しまった。調子もちゃんとしてる。ナイス。右通路1枚入った。右通路1枚、ね、右通路1枚了解。ビーコン見えるな。ちょっとまだ弾がたまに取れない。後ろからローラー。あ、来ました。ローラー届かねー。ローラーやり。あと2枚。中央2枚だね。左登った。通路入ったからフォロー行くわ。あれ、ごめん、あ、これ無理。あと、マジか、右通路入ってる。了解。相手17。オッケー。右通路。ああ、右通路ジャンプ入ってる、ごめん。なんか飛んでる。あと、3人死んでる。あと、入れてるやつが1枚。はい。はい、あと、いやー、さっきから。さっきから俺エイムがガッバガバなんやけど。なんだなんだな、どうした俺。俺たちにおすすめしたいわ、カバ。なるほどな、元からブレてるよ。よーしゃー、とんかつやる、俺と勝負や。これいただきました。俺のキルじゃない。いい具合に踊ってた。踊りたい踊りで最後ロボ軍でやられてる上にキル取られるって。
もうアサリお腹いっぱいよ。まあ行くのか。なんかやんだよ。もう1時間経ったし。1時間経った。ちょっとバリエーション持たせようぜ。満タマとアロマしか言ってないし。どう次じゃないでしょうか。次何持つかな。スフィア持つかな、スフィア武器。うん。スフィア武器で敵突っ込むのをやりたくて。L3 持つかな。おお。闇の武器。強いらしいんすよ、これ。持つ人が持てば。闇の武器なんだよな。割とエイム要求されますけどね。これ難しいんすよね、マジで。一回持ってやばいやつ叩き出したことあるんで、これ。でもフェス100ケツに入ろうと思ったら、避けては通れない。高み見てますね。いいっすね。フェス百欠中73人持ってたというより。やばすぎでしょ。めちゃくちゃですね。ナーフ間違いなし。やることは一つで、スフィアで突っ込むだけなんで。ゲームなんで。キルしよう。いらない。あ、スフィアでキルする。結構ですね。ああ、なんだこれ。ああ、右手がザップ。ナイス。こっちもいけ突っ込んでる。お、これ。ああ、これ下手くそか俺。右通路入ってるから、あ、左通路入ってるから飛べたら飛んだ方がいいかも。おいっす。あ、あいつだわ。けどこれ落ちてますよね、なんか大丈夫です。あ、ちょっとスプリンが見られてるけど、いけた。あ、間違えた。くそ、ショットーよいしょ。あれ、俺じゃないし。ナイス。あ、やべ、取れてなかった。オッケーオッケー、あったかいビフォン飛ぶわ。早い。あったかいビフォン。わかりました。あ、やべ、これ無理。スミスあー、ミサイルうざい。中央2枚2枚下がった。コロコロがエリアからやられた。ナイスエリー。その動物はでかい。そしてこっちにはビーコンがあったけ。まあこのビーコンあったけついてる時やられてる時だった。なんとも言えない。なんとも言えない。あとやらばって。あ、これ無理だわ。さよなら。ちょっと硬直しちゃったな。左通路に1でしょ。ナイス。飛べそうだったら飛んでいいよ。オッケー、いけます。もつに行くわ。お母さん、あ、落ちた。スイッチ。ナイス。よし。ナイスナイス。あともう生存で OK。 正面取る。もう俺にそんなにビーコンいかなくても、そんなにポイセンいらないよね俺。あとバレリン。あー、うち、あと持ってるやつらだけ。了解。はい、了解。行きましょう。あ、スペシアできた。
え、マジで入れれた？ナイス。右通路が塗られてて気持ち悪いな。あ、壁に張り付き、一枚壁に張り付き、壁張り付き、了解、ナイス報告。プライムか、プライム届かん。スフィア止まってる、行くわ。あー、それ、もうもらっちゃった。右通路やられ、別中と別中やった、あー、これ、あっ、バランス持ます。中央1枚降りた。中央3枚いる。中央3枚、じゃあ、それで全員だわ。うっす。右通路入ってる。右通路1枚。右通路入りよ。バレルとデュアルが今。クソ、プライム。とりあえずバレルはやった。右からガチ当たりね。いや、とりあえず。あとまだもう1枚いる。右通路。プライムいる。あー、でもこれは。あと右、もう1回、もう1回来る。右下、ゴルシャ2枚ね。しかない。こんなにより。あ、やってもらった。左通路バレルだな。たまん、スフィア合わせるもん。スフィア持っていったよ、取れる。あー、ごめん、取れなかった。あ、出して、了解了解、取れます。右通路入れるか。あー、ちょっとここそこ危ない。いやー、ごめん、ちょっと、やって、それいけそう。あ、けど、ちょっとそれ持ってもらえます？持つ。やって、持ってもらえる。入れた。結構。ナイスリード。ナイス。よし、持ってるよ。はい、これでおしまい。ナイス。はい、なんか、しんどいんやけど。しんどい。もう俺もうしばらくアロアナいらないです。よかったな。クーゲルプライム強え。もう変えよう、もう変えようよ。さすがに。もう変えようよ。もう諦めよう。あ、なんかもうドラえもんの最終回が伸びたみたいになってるから。無限に無限に勝つまで終われないやつ。安心して帰れないですからね。そうそうそう、ドラえもん安心して帰れないから。ハッピーさんとか感染勢が安心して帰れないから。まあ、アサリアロワの明日出ないから。次の決勝やるでしょ。もういいよ、出ないだろう。出ないよ、アサリアロワなら。もういいでしょこれ。どうしようかな。疲れてきた。もういいでしょ。じゃあどうしようかな。僕もまあ若干かなと。じゃあちょっとパワーバランス若干こっち下げるか。そうしましょうか。こっちもうや勝手に忖度し始めるという。他の人の武器で考える。なるほどね。終わろう。ゴールですね、ゴール。もうゴール、ゴール、ゴール、ゴール終わった。どうしよっかな。どうしよっかな、やべ、時間が。これでいいかな。7秒です。だんだんもうみんな疲れ始めてるやつ。あと もういい予感が半端で。もういいですね。さすがに。あ、ちょっといじってる。
あれは、なんだ、バリアだ、バリア。うわぁ、バリアで殺された。あ、マジか。クワー、やってる。入ってまーす。ナイス玉2枚か。いや、それ無理。あ、無理だ。あ、けど、間に合ってない。え、ちょ、なんかいるんだけど。あ、いる？入るわ。あ、降りた。中央戻った、中央戻った。左に1枚いる。ビーコンで見えてる。左？うぃ、了解。潜伏してんな、あれ。バレてますよ、その潜伏。あー、左に、すごい狭いですね。右と左間違えた。右と左間違えたよやられた。あ、なんだろう。あいつ？中央2枚、ダメだよ。中央2枚。中央2枚、了解。ああ、やばいやばい、これ死ぬやつ。やばいやばい、ね、とりあえず全員に1回ミサイル入れといた。はいはい。ナイスカバー。はいはい。ただ一発。バレル死ぬー。バレル2本じゃねえ、バケツで。ああ、バレル敵高台、高台というか、そこね、左抜ける。了解です。バレルガチアセリ持ってる。あ、これ無理。あ、それか。うん。セミス。とりあえず右通路、左通路取った。あー、ちょっと、右通路。あと2枚、あと2つ。ガチアサリはできるけど、できてどうしようって感じ。左一応バブルで突っ込めます。オッケー。じゃあ飛ぶわ、そっちに。おい。あ、ダメだ、負けだ。これは、飛ばない方がいいんですかな。申し訳ない。クローバーああなるんや。生き残れるんだよな。さすが。あ、マジか。やられた。強いな。おいしゃ、うち。ドロガロがひ、しん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 。ひで、うん、手前山？左から1枚来た。2枚来た。左から2枚来てる。シールド貼られてるから勝てないな、こんなのせい。あ、やべ足を滑らした。シールド近づいてきてる。右つ、左ツーロップスパッタリ。後ろからやれるかな、全員。ああ、ナイスやり。結構やれて。ナイスナイス。ナイスナイス。9枚。左ツーロ1人。左ツール2枚だな、ミサイル入れた。バレル左高ね。あー、やってもだ、それ。バレルこっち来た、スパッタリこっち来たね、右。スパッタリ右。ういー、そう、どうしよう、いけないね。時間的に、おい、やられた。バレル左ね。あー、きついな、これ。あー、ナイス、すまにあった。あ、何か。ロボットコーチルヨハム太郎。二個しかないから意味がない。持ってくから飛ぶから。そこでキープ。三枚きた。ピゴルス三枚ね。
あ、待てない。いやー、さすがに無理か。さすがに無理。いやいや、出て、あ、マジか、外しちゃった。あ、待て。最後外した。いや、でもこれでやっとステージが変わる。これで終われる。これで終われる。負けることもありました。マジ殺して殺して状態だ。いや、もうこれで終わらんかったらもう終わろう。さあ、どうなる？これアルバナ矛とかな、どうしよう。え、そう来るみたいな。まだアルバナる。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、伸び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 で。あと1個だけやってもいいですか？はい、あと1個。で、ラストに。あの、モールアサリじゃなかったらいいっす。はい、モールアサリはもうやらないっす。はい、すいません。何モールですか？何モール？アロワナ、モール限定。マジか、ちょっと聞いてみますが、アロワナモールアサリ以外でちょっとやります。はい、ここでやります。はい。はい、ラストでございます。すみません。はい、ごめんなさい。モールアサリじゃなかったら、まあいいや。まあ全然。でも、モール他ありそうですね。なんか、ちょっとだけ。え、そういうオチみたいな。ああ。もう、こっち。マンタマ？またマンタマ。エリアマンタマ。マジか。そう来るのか。エリアね。エリア。なんかもう心が疲れてんだけど。確かに。マンタマ、そう、アロワナ嫌って言ったけど、マンタマも嫌だよ。嫌なやつしかやってないですね。もう仕方がない、言わなかったから。いやー、ちょっと、あっちも多分嫌なやつやってるんですよね。多分ね、あっちが、まあ、あっちもやりたくないんでしょ、この選手。全員やりたくないなと思ってるんですね。そうそうそう。そうですね。果たしてこれは誰が幸せになってるんだろうか。わからない。で、これでトヨタヤがね、決勝下では、あ、よかったなって。あ、よかったなって。てかここまで対策しなくても普通に勝てるんじゃないかっていうのが俺の中でのすごいあれがあるんですけど、確かに。いかがか。原藤さんのとこですよね。あれ、相手どこでしたっけ。どっちでしたっけ。チーム1の方でしたっけ。違うか。白塗り、白塗りだですよね。白塗りってどこでした、誰でしたっけ。カラトーさん。カラトーさんでしたっけ。カラトーさんか。カラトーさんか。じゃあ、勝てるんじゃないですか。適当に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 しちゃった。はい、エリア。なんか、まあ、ちょっと新鮮でね。このステージ見たことあるの。俺も、3日前ぐらいにやってます。30分ぐらい前にやった記憶がある。左1枚。あ、やべ、これ無理。ローラーいて。裏通りではないか。ある？いや、ナイス。あのバレルマジ無理。バレルは頑張って、レッドフィードさんがやってくれる。やってくれた。やったね。あと、スパッタリだけ。スパッタリ敵陣。敵のここにいるわ。ここ。自宅、敵だか。敵だかに、あっぽい。もう一回、雨入れようかな。ほい。正面2枚、左2枚。正面2枚ね。左
左2枚だな。やるわ。あ、ごめん、しまった。これローラーだった。了解。ローラーやるわ、俺が。敵襟側にローラー。これだー。よかった。ナイスやり。その左やりがでかい。上がりましたね。これ、間違えたか。あー、詰めるだ。オッケー。ナイスやり。敵高にローラー。敵高ローラーね。1枚入った。左1枚入った。左やりに行こうか、3人で。一枚刺した。あ、ごめん。もう1枚いる、左。行こうか。ローラー。勝ち、勝ち、勝ち、勝ち。だが。あ、ダメだ、ダメ。一回取られるかもね。あれ？アミがいる。あ、取られるか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 。取られるな、これ。取られるな。ごめん。ういぃ。最後にバランス変えればよかった。自宅にバレる。オッケー。自宅バレる、了解。雨はたまらんので死なないようにいきます。誰かのスペシャルに合わせていきます。はい、こっちはたまってます。了解。ミサイルあとちょっとでたまる。了解。右ローラーね。右ローラー。ミサイルできます。オッケー、雨いるわ。雨たまった。はい。あ、どこだ、ここか。待って。それはやっちゃったな。あ、くそ。みんなやっちゃったな。すいません。やっちまいました。やってしまいましたね。よし、行こう。ローラー右入ってるよ。はい。間違ったか。あ、どこか。おっと、やってしまいましたか。よし、ミサイルが入れた。おお、ジャンプジャンプ。ああ、きつい。おお、おお。ああ、やった。これはやってしまわれました。そうですね。でもこれで終われる。終わりかな。なんか途中からもうはい終わりたい感が半端ねえ。はい。お疲れ様です。すいません、ありがとうございました。本当申し訳ないです。いっぱい付き合っていただいて。疲れた。アロワナのアサリの連続以外は大丈夫。弱すぎ、もう。新しいタイプの地獄でしたね。もうしばらくあと1ヶ月もうしばらくアロワナモールはいるかな。もうしばらくアロワナモールはいいっす。じゃあまずなんだっけ、フィードバックとか、なんかありましたっけ？フィードバック、いや、特にない。特にない、特にない。いや、普通に、ね、強かったって、強かった。あと、疲れたっていう感想が俺の中で埋め尽くされてやっぱ、アロワナの連続は精神に応える。アロワナ、なんであんな勝てたんでしょうね。そう、アロワナなんであんな負けたんでしょうかねっていうのが分からなくて、まあなんとなくもあるんですけど、割と大量得点してたようなイメージがありますね、こっち側が。うん、なんか一気にほぼ振るみたいな、サムチみたいなのあって、ボコボコボコみたいな、うん、やったような気もするけど気のせいかな。うん、なんかまあ均衡状態からさてそろそろなんか攻めたいなって時に大体誰かしら一人を死ぬみたいなイメージはあったな。あ誰かしらが対面負けて死んでいくみたいな。で、ああじゃあまだ無理だなって言ってるうちに攻められてみたいな。ああ、ダメパターンですね。だいたいそんな感じな気がする。そこ以外は割と
こっち一勝しましたけど、そこで取り返されてたんで、まあ、あんまりですね。うんうん。うん。そうですね。まあ、やっぱ基本的には、とんかつさんと屋さんの切るから始まるっていう風なイメージですよね。うん、でも別に、でも別にミドルリーグ、そういうチーム構成でいいって気もするから、いや、それでいいじゃんって感じも。すごくして、なんだろう、だとんかつさんと屋さんを抑えてれば、うん、まあまあなんとかなるかなっていう風な、ヤドカリさんとかはあるけど、うん、でも十分強いし、他の人もいや強いんじゃないって、強いんじゃないってあの先ほど、そろそろ攻めるかっていうところで、対面一人、対面か何かで一人死ぬっていうよりかは、なんだろう、なんか割と上からパンパン打てたら死んだみたいな感じがしましたね、多少。ああ、そうなんだ。ああ、いろんな、うと死んだみたいな。だから、命大事にじゃないですか、多分。敵の位置ちゃんと把握して。まあそうですね、別にアサリもね、ノックアウトしてるわけでもないしねえ、うん、強くねっていう、うん、まあ、だから一番楽だったのは多分とんかつさんが傘持ってた、あの、マンタマアサリが一番多分楽というか、これは大丈夫、これは大丈夫って誰か、うん、そうなんだよな、はい。それ以外でも、とんかつさんがキル武器持ってるときは、やっぱりバランスが取れるというか、ある程度一本、芯が通るのかなっていうふうな印象ですよね。多分エリアも、なんで、落とされて、ね、打開できなかったから、多分とんかつさんが裏でキルを取りまくってるんですね、多分打開の抑えで、うん、まあ、うん、なので、うん、とんかつさんがちゃんとキル武器を持っていればかなり強いチームのイメージがあります、うん、そっか、はい、ちゃんとキル武器持ちます、はい、はい、でもね、別にフィードバックって言っても普通に強いから、あまりこうこっちに欲しいですそうですね、確かに、クーゲル持ってくださってた方に聞きたいんですけど、はい、あの、ヤドカリさんがバレル持ってたんですね、バレルとこう対面することがあると思ったんですけど、そのバレルをやりやすかったか、はい、それともバレルと見合ってたかっていうと、どっちぐらいですか？あ、見合ってたと思います。おうおうおう、前に。なんか前に、なんか同じような質問されて、うんうん、僕が一方的にやってたって言われたんですけど、はい、全然そんな風には思ってなくて、今回もそう思ってないですね。あ、OK です。ありがとうございます。はい、はい、とんかつからは大丈夫です。他の方はどうでしょう、トッピさんとかあります、なんか、なんかアサリがそちらは即席チームなのにきちんと連携していられてたなっていう印象があって、どういうことを意識してるのかなっていうのをお聞きしたいです。デスカメラで報告草一人ショックレスしてるからだけど、アサリ数のなんか把握と、まあ、飛べる飛べないは結構しっかりしてましたよね、うん、多分、うん、
多分自分のチームよりうまくいってたなって思うんですけど、なんだろうそこが。でもやっぱアロワナでビーコンがめちゃくちゃ強かったですね。ああ、それだ。シンプルに。ああ。全然前線が下がってないと思うんで。あの、僅差だけど、攻められてる記憶はあまりない。アロワナビーコンか。結構、キルレはそんなに良くないと思ってて、普通に攻めてやられてるんだけど、ビーコン飛んでるから、あの、もう、攻めた次にはもう中盤で攻められないみたいな体勢が組めたかなっていう印象はあって、うん、なるほどなるほど。あとビーコンで敵の位置見えてますしね。そうそうなんですよね。めちゃめちゃ確かにマジ丸見えなんだよなと思って壁裏潜伏やってきたの面白かった。もうそう。でもね、あそうだって報告もらってやられてるからね。お、知ってる知ってる、やられたみたいな。うん、だこのアロワナで言うと多分ビーコンですね。うーん、相手がこんなビーコンを置きまくるチームかわかんないですけど。なるほど。持ってくるとしたら、カナトウさんが持ってくるっていう。カナトウさん可能性はありますね。カナトウさんはあのパブロのイメージなんだよね、アサリは。そうですね。うん、でも、スパクリ、最近結構持ってきてるので、まあ、赤スパとかに変える可能性が。ありますね。そうですね。私が赤スパを持ってもいいですけどね。おお。うん。着地よりボムラの方が攻めやすいかもしれない。いや、やっぱローラーの僕がロラコラを持ちますよ。ああ、まあロラコラでビーコンでもいいな。うん。まだ明日もう一回練習できるから。明日もう一回試してみたい、うん、そうですね、うん、あのとにかく今日は苦行を強いてごめんなさい、うん、苦行トゥーン苦行トゥーンでしたね。アロワナトゥーンアロワナアロワナアサリガチマだったら絶対やらんわっていう絶対やらんスキップじゃあすいません、本当に遅くまでありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございました。じゃあ、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。